まあ、手のひらサイズっちゃ手のひらサイズだけど、なんかこのおおすごっ、ちょっとオンにしてみる。お、動いた。使い心地なんですけど、本当に人の手でこうマッサージしてくれてる感じっていうのかな、そういう感覚で結構私の中では衝撃でした。こんにちは、シエルです。私髪質コンプレックスって結構この YouTube 動画でも言ってると思うんですけど、で先日美容院に行って髪質改善のトリートメントとかもしてもらって、美容室行く前よりは確実にこの髪の毛の毛質っていうのかな、これはすごいね変わったって自分でも思うんですよ。あとはその自宅でのケアをねしっかりやった方がいいって言われたんですよ。まあ自分に合わせた、まあ、シャンプーだったりトリートメントだったりをガラッとは変えたわけなんですけど、髪質改善も含めて、まあ、やっぱり自宅でねできることはいろいろやっていきたいなと思ってたんですけども、そんな中今日からこちらを始めてみたいと思います。絵でわかるかな。こちらは自宅でできるヘッドスパ、ニプラックスというものです。はい、見てこんな感じでものすごく高級な箱に入って届きました。すごいね。なんか今日はこちらを開けていきたいと思います。すごい、ちょっと出してみますね。手軽に美髪ケアということで、最近ほんとさ、どうにかして絶対美髪になってやるぞと思ってたから、私そんなに髪の毛の色明るくないんだけど、ブリーチしてるレベルの毛質ですねって言われたの。そう、それもあってさ頑張んなきゃと思ってさ、はい、ご覧ください。すごい、めちゃくちゃ高級感がある。こちらにニプラックスって書いてあって、まあ、手のひらサイズっちゃ手のひらサイズだけど、なんかこのおすごっ、閉めた。こちらがヘッドスパのニプラックスですね。ヘッドスパだからその頭をこうくるくるやってくれそうなものがついてますね。こちらは多分手に持ってやるんだけど、こちらがね充電器かな、コードが刺さりそうなところがあるんで、多分これ充電器で、でもこうやって充電するのかな。ちょっとオンにしてみる。あ、動いた。なんかボタン2つあって、ちょっと待って、止め方がわからない。長押しすると止まります。びっくりした。これ充電しないと使えないかと思ったら最初から使えるようになって、すごっ。上にボタンがあるんですけど、ブーってなる。スピードも変わるんだね。体のマッサージもできるって聞いたんですよ。すごくない？じゃあこういうことだよね。ウィンウィンって。ちょっと思うのはさ、髪の毛引っかかんないのかなと思う。じゃあ大丈夫なんだって。すごくない？こちらのニプラックスのヘッドスパをね、ちょっとね数日使ってみようかなと思います。こちらメカっぽいじゃないですか。だけどちゃんと防水加工されてるから、毎日お風呂で使えるみたいです。なんかこういうのとかさ、組み立てるかなと思ったらさ、もうこの状態できてからさ、パカンっていう、ちょっとこういうマジックあるんだけどさ、なんかちょっとそのマジックっぽかったよね。少しぐらい組み立てたりするかと思いきや、もうボタン押すだけ。こちらはヘッドスパだからさ、もうこういうことだよね。誰かがこうやってやってるのと同じ、うん、こうウィンウィンってなるってことでしょ。美容院行くとさ、シャンプー気持ちよかったりするからさ、結構私ヘッドスパもセットでつけることが多いんだけど、これ家でも一人でできるからさ、すごいね。なんかヘッドスパってこうちょっとリラックス効果のイメージあるけど、なんかこれさ、すごい洗ってくれそうな感じがあるね。先端がさ、すごい細かくなってるの。先日美容院行った時にさ、美容師さんに言われたの。頭皮見て、なんか疲れてますねって言われたの。頭皮をまず健康にして、そこから多分美しい毛が出てくるって私は思ったから、頭皮疲れみたいなのもこれで改善したらいいなと思います。形しっかりしてすごい持ちやすい感じある。シャンプーなんでもいいらしいんですよ。私本当あれだな、髪の毛引っかかんないのかなってだけすごいちょっと思う。最近ブラシ付きのシャンプー買ったら、ここの持つとこなくてさ、このブラシだけでブラッシングがちょっとやりにくいなと思ったの。そう、なんか持ちやすくてなんかいい感じするね。今さ、こちらのサイト見てるんですけど、美しい髪は頭皮環境で決まるって書いてるけど、やっぱ頭皮大事なんですね。防水仕様、簡単操作、コードレス、4つのモードということで、ヘッドスパが家でできるって普通にすごいよね。あのストレスってやっぱこう皮膚とかに出やすいから、そう、もちろんその頭皮とかにも出やすいんだって。そうそう、頭皮を健康にするためにもこれすごいいいらしい。鎖骨あたりのこのリンパのケアもできるらしいです。私さ、ここら辺ガリガリだからさ、鎖骨ゴリゴリしてんだけどさ、シャンプーなんでも対応らしいですけど、なんかあれだって、そのこれがね、泡立ててもくれるって。ほんとさ、私髪の毛どうにかなんないかなっていつも思うから、ね、
かすごいね。ヘッドスパできるってすごくない？なんかちゃんと見てなかった。頭皮をマッサージしてくれるこの先端の部分が4つついてきました。すごいね、貝までついてるんだね。であとあれだね、 USB コードっていうのかな、充電できるコード。掃除用のブラシ、シャシャシャ、めちゃくちゃ高級感あるね。なんかギフトとかにもいいね。女性は髪の毛めちゃくちゃさ時間かかるのよ、洗うの。ということで数日使ってみたいと思います。はい、まずはトライですね。髪絡まんないのかね、それが不思議でしょうがないんだけど、はい、ちょっと楽しみです。はい、やってみます。自宅でできるヘッドスパにプラックスを1週間ほど使ってみました。こちらです。使い心地なんですけど、本当に人の手でこうマッサージしてくれている感じっていうのかな、そういう感覚で結構私の中では衝撃でした。でこちら、ボタンが2つあって、こんな感じで緩やかに動くのと、少しこうスピード力がある動きと、あとブーってなるバージョンがあって、まあこれ長押しすると止まるんですけど、このボタンの調整でも変わるんですけど、それよりも自分の、まあ、手の感覚で、ちょっとソフトに当てるとこう軽いマッサージで、少し強めにこう頭皮頭にこう押し付けるとこうしっかりとマッサージされるみたいな感じで、なのでよく美容室でシャンプーの洗い方がこうちょっと優しすぎるなみたいな、ちょっと弱いなって思ったりする時と、ガシガシこうシャンプーされて痛いなみたいな感じで思う時ってあるかと思うんですけど、それをねこう自分の力加減でできるのがすごいいいなと思って、なので今日は軽めにマッサージしたい気分だなとか、ちょっとこう頭疲れてるからしっかりとこう揉みほぐしたいなみたいな感じで、その自分の気分によって変えられるのがすごいいいなと思いました。もともと私シャンプーを2回するタイプなんですけども、まず最初に普通にまあ手でねゴシ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 シャンプーして、でその後にこれを使って、まあ、マッサージみたいな感じでヘッドスパをしてたんですけども、これね泡立ちがすごいんですよ。ウィーンってやってるだけで泡をねすごいブワーってね作ってくれるんで、そう、それはなんか自分の1回目でやるシャンプーよりもかなり泡がモコモコしてて、さすがハイテク機器と思いました。なのでやっぱこれ、ね、1回使うと結構なんていうのかな、逆にやらない日が物足りなく感じてしまうので、お風呂タイムの時間に余裕があるときはね使っていきたいなと思いました。あとそれでこちらは頭だけじゃなくて体のマッサージにも使えるということなので、私はそこまでね肩こりとかそういうのなんつうのかな、体が凝らないタイプなんだけど、ちょっとね疲れたときにはね、そのマッサージをするものとしてもいいかなと思いました。私が一番気になってた髪の毛が引っかかるんじゃないかなってずっと思ってたの、使う前は。そうだけどね、全然引っかかんないの。ヘッドスパした後見るじゃん、そう、全然髪の毛くっついてないの。そう、お家でヘッドスパができるなんてすごい時代ですね。私髪の毛が長いからシャンプーするにもそのお風呂時間があんまり好きじゃないんですよ。なんかめんどくさいなって毎回思っちゃうの。なんか自宅でヘッドスパができるっていうだけでちょっとこうお風呂タイムに特別感が出てきて、あ、今日もこれ使っちゃおうみたいな感じで、そうそう、ウキウキ度が増していいなと思いました。美容室でシャンプーしてもらってる時とかさ、痒いとこないですかみたいな聞かれることあるじゃないですか。そういう時って私あんまり言えないんですよ。ちょっとこの辺とか思っても言えないタイプなんですけど、こういうのだったらほんとさ自分でさできるからさ、まあまあもちろん自分の手で洗えばいい話なんだけど、でもなんかこう自分でこう届くみたいな感じで、そうそうそう、それもなんかいいなと思って、そう、お風呂タイムで使うには本当に特別感あっていいなと思いました。はい、というわけで今回は自宅でできるヘッドスパにプラックスの紹介をさせてもらいました。はい、気になる方はね概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、なんかほんすごくない、キラキラしててかっこいいよね。なんかこのフォルムもかっこいいよね。ね、うん、いいね。私のね今年の目標としてはこう美髪作りということで、今回はねこちらのヘッドスパの、まあ、紹介だったんですけれども、頭皮のねマッサージをねしっかりとして、でまあ綺麗に洗浄して、まあ、美髪をね保っていきたいと思います。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。